アルゴスです。古今東西、人間関係に悩まない人はいないと思いますが、今回は家族関係について見ていきましょう。最近家族で集まって食事に出かけたり旅行に行ったりしましたか？もしも1年以内に全員集まっていないとしたら、少し努力の度合いを上げた方がいいのかもしれません。パートナーが仕事や友人を優先しすぎていたり、子供が独立して家を離れて社会で活躍していたりすると、どうしても家族で集まることは厳しいものです。ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始はこの状態を打ち破る絶好の機会ですが、ここですらその機会を逃してしまっている場合は相当な努力が求められると思われます。パートナーや子供の仕事やら何やらを言い訳にして家族の絆を高めるイベントを先送りしてはいけません。少々強引な形でも家族を詰めるリーダーシップをまずはあなたが取る必要があるわけです。人間、明日生きている保証なんてどこにもないんです。自然災害や事故、病気、様々な要因がいつ私たちを襲ってくるかわからない。そうした毎日を私たちは過ごしている。このことをもう一度思い出し、早速今日のこの場から声をかけてみましょう。最初は素っ気ない返事で一蹴されてしまうかもしれません。でもここは大切な家族を思う気持ちをバネに強引さを出してみましょう。久々の家族での食事や旅行は、今の冷えかけそうな家族の絆を再び温めてくれるかもしれないんだから。 Never give up。 それではまた明日ね。